セラミックのかぶせ物についてご説明させていただきます。治療前のお口の状態を正面から見た写真です。左上の犬歯に保険の差し歯が入っていて、上の歯には部分的にいくつか詰め物をしている歯があります。左右2番目の歯は噛み合わせが反対になっていて、中央の2本の歯は長さが少し違います。いくつかのことがコンプレックスになってしまい、笑った時に上の歯を上唇で隠し、下の歯を見せようとする癖がついてしまっています。全体的な歯の並びやお色などをきれいにするためにセラミックのかぶせ物にしていきます。完成されてきたセラミックをお口に装着しました。こちらで使用したセラミックはメタルボンドといって、金属の上にセラミックを焼き付けたものになります。金属を使用しているのがわからないくらいとても綺麗です。歯の並びも綺麗に並んでいて、笑った時の癖もなくなっています。セラミックのかぶせ物にすることによって、全体的な歯の並びやお色をきれいにすることができました。